はい、皆さんこんにちは。GSR 株式会社日高です。フィリピン不動産おすすめ収益コンドミニアムのご提案をいたします。今回ご紹介するフィリピンおすすめコンドミニアムはこちらになります。アビダランドのマカティサウスポイント。続いてプロジェクトについて説明いたします。デベロッパーはアビダランド。プロジェクト名はマカティサウスポイント。建設エリアはマカティ市になります。住所はドンチノロセスという通りの目の前にあります。後ほど詳しく説明いたします。竣工は2024年。総ユニット数は924ユニット。こちらはタワー1の数になります。間取りはスタジオ 23.3 平米、ジュニア1ベッドルーム20、同じく 23.3 平米、1ベッドルーム 38.2 平米になります。34階建て、フロアプランなんですけども、1階がロビー、商業施設が10ユニットですね、入ります。で、2階から4階が駐車場になります。で、5階から最上階の34階までが、レジデンス。あと5階にですね、アメニティがあります。この順番でですね、マカティサウスポイントについて説明いたします。デベロッパー、建設場所、フロアプラン、部屋間取り、外観、内観、そして購入すべきポイント。まずは最初、デベロッパーについて、ご説明いたします。デベロッパーなんですけれども、フィリピン不動産最大手のアヤラランド傘下のアビダランドです。アヤラランドなんですけれども、傘下にブランドが4つあります。アヤラプレミアム、アルベオ、アビダ、アマイヤ。その中でも今回紹介するマカティサウスポイントのアビダはですね、比較的手頃な価格帯の物件で、外国人の投資家さんのみならず、フィリピン人の投資家、またフィリピン人がですね、自己使用の目的として買っているパターンが多い物件になります。なので、アビダはですね、出口の際にですね、売却先としてフィリピン人の受け皿が大きいかなと思います。続いて建設エリアの説明をいたします。サウスポイントがあるマカティなんですけれども、人口60万人のフィリピンの経済の中心地になります。日系のオフィスや外国の大使館ですね、シャングリラやペニンシュラなどのファイブスターホテルや高級モール、また大手銀行が本店を置くエリアになっております。左の写真を見ていただきますと、赤線がですね、16の市からなる、メトロマニラになります。で中央の部分がですね、赤い部分、ここがマカティになります。メトロマニラの、中心地に位置をしています。で、一番右の写真ですね、こちらはマカティだけを拡大した、写真になります。で、赤でハイライトしたところが、ですね、マカティの中でも特に中心部のエリアになります。で今回ご紹介するマカティサウスポイントがですね、どこに位置をしているかと言いますと、このマカティ中心部のですね、エリアの少し、外側にですね、にあります。でちょっとこの、中心部のあたりとですね、マカティサウスポイントのこのあたりをですね、もう少し拡大して、見てまいりたいと思います。でここの赤で囲んであるところですね、ここもそうですし、見ていただくと画面の中の3箇所ですねあるんですけれども、これはですね各デベロッパーが開発した街になります。でこの一番大きいこの赤枠のところですね、ここが、アヤラランドによるマカティセントラルビジネスディストリクトという、街になります。この詳しくはですね、フィリピン不動産エリア紹介マカティ編で、詳しく説明しておりますので、ぜひそちらをご覧になってみてください。でマカティ、サウスポイントなんですけれども、マカティセントラルビジネス、ここですね、セントラルビジネスディストリクトから、およそですね、1キロ弱ですね、南に、南下したところにあります。で、電車がですね、2つあります。エドサステーションと、あとですね、マガリアネスとかですね、2つの、駅があります。あと、両サイドに、モールがですね、2つあります。ここと、ここですね。こことここですね。はい、続いてフロアプランと部屋の間取りについてご説明いたします。
部屋は3つタイプがあります。それぞれスタジオタイプ、ジュニアワンベッドルーム、ワンベッドルームで、それぞれですね、スタジオがですね、23平米ですね。バスルームと、リビング、ダイニング、キッチンエリア。で、ジュニアワンベッドルームですね、スタジオと同じく 23.3 平米。バスルームと、ベッドルームとですね、リビング、ダイニング、キッチン、ここが分かれています。で、最後にワンベッドルームですね、38.2 平米あります。で、こちらはですね、ジュニアワンベッドルームの、もう少し大きくなって、さらにですね、バルコニーですね。バルコニーがつくタイプになります。こちらですね、フロアプランになります。こちらタワー1のフロアプランですね。青が、スタジオ、緑が、赤がジュニアワンベッドルームですね。で、緑が、ワンベッドルームになります。で、ほとんどがスタジオと、ジュニアワンベッドルームになります。で、エレベーターがですね、こちら4基あって、あとこちらがですね、非常階段になっております。で、こちらは共有部分の、フロアプランになります。で、先ほど、ご覧になっていただいたフロアプラン、ここですね、タワー1ですね。はい。で、タワー2、タワー3は、今後売り出しが開始される予定です。で、ここがですね、タワー1、2、3が共有で使える、アメニティ部分になります。プールですとか、ジム、パーティーやセミナーができるですね、ここです。クラブハウスがあったりとか、あと子供向けのですね、プールや、遊具ですね、があります。で、続いて外観と内観を説明いたします。建物外観なんですけれども、まだ基礎部分しかできていないので、周辺環境の写真をご覧になっていただきたいと思います。で、これマカティサウスポイントの、目の前の道なんですけれども、ここですね、マカティサウスポイントから、マカティセントラルビジネスディストリクトの方を、向いた際の写真になります。で、ここですね、青で囲んであるところ、これビーコンという、コンドミニアムです。で、これがですね、マカティセントラルビジネスディストリクトの、端の方にですね、位置している、コンドミニアムになります。なので、中心部とですね、だいたい写真でご覧になって、分かるんですけど、そんなに離れてません。1キロメートル弱なので、歩いても行けますし、バスでもですね、通勤で通うことが十分できる距離になっております。で、続いて逆ですね、見たところですね、はい、で、道を挟んで、こちらがアビダ、サウスポイント、マカティサウスポイントで、道を挟んでこちら側ですね、こちらが何があるかと言いますと、車のディーラーであったりとか、あと倉庫なんかがね、あります、並んでいるところですね。で、この裏なんですけれども、すぐにですね、サンロレンゾという、高級ビレッジ、高級住宅街が、広がっているエリアになっております。続いて内観をですね、ご紹介したいと思います。で、こちら写真はですね、ジュニアワンベッドルームの、ショールーム、モデルルームの、写真になります。こちらですね、写真、23.3 平米ですね。入って、玄関を入ってすぐ、右手にですね、こちらに、バスルームがあります。で、奥に行きますと、リビング、ダイニングルームですね。リビング、ダイニングルームと、キッチンが横ですね。で、奥に、奥がベッドルームになっております。はい。こちらがですね、リビング、ダイニング、キッチンルームになります。で、スタジオタイプはですね、こちらジュニアワンベッドルームタイプなんですが、スタジオタイプですね、ここの仕切りがないバージョンになりますね。部屋の大きさは一緒になります。実際に引き渡しの際は家具はついておりません。こちらが引き渡しの時の状態になります。はい、で、奥に行きますと、寝室があります。で、こちらが引き渡しの際の、写真になります。これ、ショールームなんでエアコンがついているんですけども、実際に引き渡しの時は、エアコンはついておりません。なので、オーナーさんがですね、備え付ける必要があります。ワンベッドルームですね、と違ってですね、こちらはバルコニーがついていません。続いてバス、トイレになります。
まあ、トイレは、ついております。で、ここのグラスなんですけれども、これ引き渡しの時はついていないので、まあ、こうやってグラスを入れるか、もしくはシャワーカーテンを、つけてですね、あとまあ温水器をつければ、シャワーを使える状態になります。続いてですね、マッカティサースポイントのですね、2分ほどのですね、中さんのプロモーション動画がありますので、プレビルドですので申し訳ありません、現物ちょっとまだご覧になっていただけませんので、プロモーション動画でですね、さらにイメージを膨らませていただければ、いいかなと思います。が2つですね、マガリアネスとエドサイキですね。でここが中心部ですね、間に位置しております。タワー1、2、3ですね、今売り出し中なのがこちらですね、一番手前側のタワー1になります。で商業施設ですね、10の、テナントさんが入れるのです。こちらがロビーです。じゃあスタジオユニットですね、先ほど写真でご覧になったのがジュニアワンベッドルームの敷居がないタイプになります。こちらが写真でご紹介したジュニアワンベッドルームの敷居があるタイプですね。でワンベッドルームですね、33平米ぐらいですか。こちらがタワー1、2、3の共有部分になります。プールとじゃあファンクションルームですね、この中にジムとか入ってます。じゃあパーティーができる、スペースです。では最後にですね、マカティサウスポイント、購入すべき、物件のですね、特徴について、ご説明したいと思います。3つ、マカティサウスポイント購入すべき特徴があります。で1つ目は他のプレビルドに比べて割安、2つ目が、数少ないマカティの、プレビルド案件であります。で3つ目、支払い総額が少ない、それぞれ順を追って説明をしたいと思います。で、まあ、他のプレビルドですね、比べて、割安と、あと数少ないマカティプレビルド案件ですね、これどういうことかと言いますと、この赤色のところですね、ちょっと場所を確認します。ここが、マカティサウスポイント、ですね、サウスポイントがあります。で、この赤色のところがですね、現在売り出している他の、プレビルドの案件になります。で、当然ですね、この赤い、プレビルドなんですけれども、まあ、中心部に近いので、サウスポイントよりも、物件価格は高いです。で、物にもよるんですけれども、1平米単価でですね、1.3 倍からですね、まあ、高いものですと3倍近く、値段が違います。ではですね、同様に、まあ、賃料もですね、テナントさんが入って、まあ、インカムとして入ってくる、毎月入ってくる賃料もですね、まあ、それだけ 1.3 倍とか3倍あるのかというと、実はですね、賃料についてはですね、物件価格法と開きが出ません。つまりですね、他のプレビルドの案件と比べてですね、マカティサースポイントというのはですね、物件価格が安くて、まあ、賃料も見込まれる、まあ、投資効果が高い物件だということが言えるかなと思います。で3つ目のですね、支払い総額が少ない、これどういうことかと言いますと、お部屋の作り自体がですね、23.3 平米と非常に小さいので、もちろんですね、支払い総額も大きな金額にはなりません。毎月月の支払いも小さく済みますし、竣工時のですね、残金も、まあ、抑えることができます。なので、まあ、フィリピン不動産を始めるにはぴったりの物件かなと思います。
またですね、まあ、お部屋が小さいと当然借り主もですね、借りやすくなります。まあ、想定テナントなんですけれども、マカティの中心部に勤めるビジネスマンですねがメインになってくるんですけれども、客付けしやすいっていうのがマカティサースポイントの特徴かなと思います。で、プレビルドの買い方についてはですね、別の動画で詳しく説明しておりますので、ぜひご覧になってみてください。で、最後にまとめさせていただきます。で、マカティサウスポイントなんですけれども、フィリピン最大手デベロッパーアヤラ傘下のアビダランドによるプロジェクトになります。で、フィリピンでは圧倒的ブランドなので信頼性が高いです。またマカティにある数少ないプレビルド物件になります。で、他のプレビルド物件と比べて平米単価が割安です。で、投資効率が高い。またユニットが小さいため支払い総額が少なく、かつテナントも借りやすい、そういった物件になっております。マカティサウスポイントについて説明させていただきました。在庫価格、詳細な利回りについてはぜひお問い合わせいただければと思います。また LINE アットですね、専用チャンネルを設けております。フィリピンで資産形成、保全、ビジネス拡大ですね、フィリピンで生活を考えている方向けにですね、専門的な情報や、セミナーのご案内をしております。YouTube チャンネルも合わせてぜひ登録をよろしくお願いいたします。はい、ご清聴ありがとうございました。 GSR の豊でした。ありがとうございました。